ロボットをたくさん買う僕の家も両親の家もロボットでできててロボット映画を作るですね <laughs> <laughs> みんなで作ったロボット映画を <laughs> 流したりとかんな目で見るなよ <laughs> 兄ちゃんも <laughs> 10億円当たったら叶えたい夢を教えていただきましょうはい「ロボットをたくさん買う」かわいい <laughs> <ー>バカだね なんでですかいや私あの、あんまり家事とか得意じゃなくてあの家事とかやってくれるロボットあるじゃないですか、うん、それ欲しいなと思ってそういうロボットを10億円分買う。 何やってもらいいたの皿洗いとか皿洗いってまたざっくり掃除とかだって分かるけどよくないですかロボット水場に弱いよあそっかああでも今は防水ですから防水のあるんだね防水のロボットとかたくさん買うですからたくさんだもんねあとどうしようか10億円分ですよあとは 洗濯たたむとし、ね、洗濯全般じゃなくてたたむのねたた<畳>む、うん、とかやるんだ具体的だねず <laughs> いいぶややってもらいたいですけど、うん、あとはそんな一個一個一個なんかこう決まった何ですかねちょっと待ってくれ洗濯物をたたむだけのロボットってことそれ <laughs>、はい、でさ洗濯物をしてくれるロボット してくれるのとは別なのロボットだけになるぞ家別かなと思ってええー、行動範囲がめちゃくちゃ狭まるよね家めちゃくちゃ狭くならない <laughs> ロボットに気を使う毎日は洗,洗,濯洗濯機の前にロボットもう2台いるわけす, <laughs> すごいよね電気代すごそうだなあ確かに。電気代はね 10億ありますからはいその中で払いたいと思います全部やってくれるロボット開発した方がいいんじゃないの開発費な1匹一匹一匹一匹あ、そうですね開発した方がいいですねそうしますそこからいろんなことがまた回ってくかもしれないしそうですね開発したいと思いますわかりましたロボットを開発するはいかなりそうです10億円やったら変わっちゃったね変わっちゃいました 両親と自分の家族に都内で家を買いたい、まあ、ちょっとね、うん、ロボットのあと弱いんですけど、<laughs> いやいや、まあ、いや強いとか弱いとか、そういうのどう,どうもいいでもありあですよ、あのまあ、超合金でできた家なんで、<あ>僕の家も両親の家もロボットでできてて、ああ今のコメントで大丈夫 <laughs>、はい、あの僕はロロボボッットトのの家家をを買買うう <laughs> <laughs> そんな 家型ロボット。これ繋げないといけないの、本。兄弟間を繋げないと。家型ロボットはあの、引越しも。家が歩いていくんで。どこでも住めるっていう。ロボット映画を作るですね。え繋げないといけないの、これ。ロボット映画を。なるほど。十億の。十億円の。安く、十億円の制作費があったら。 ね、ロボットに1億円ぐらいかけられる役者が全員ロボットってことそう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 だね全員ロボットでちょっと待ってくれ俺たちどうすればいいんだ職業的に変な汗かてうねちょっとじゃあ一回あれして真面目な話をするとこのメンバーで映画を撮ったら素晴らしいものになるだろうなと思ったんですすごくいいですねはいのこのメンバーのロボット映画です何なんだよどういうことなんだみんなでロボットを作る 作る<ー>、はい。ういう洗濯物をたたむロボットを作るっていう映画ですうう画この5人で<ー>なるほど面白そう、はい、みんなで撮ったその映画を、えー、学生の多いエリアで、えー、無料で流せる映画館を全国に作るお、ね、でも本当はそのロボットのことはちょっと置いといてあのー <laughs> て。<laughs> <laughs> すごい自分がやっぱり学生時代にこう自主映画を撮っててでそれがこうすごいこの世界に飛び込むきっかけになってこう夢を追いかけさせてもらった一つなのでこう学生の方たちにこう夢を追えるようなこう環境をもし作れたらすごい素敵なんじゃないかなと思ったのでちょっとこういうい案を出ししてみましたあとなんか自分の好きな映画を流せる映画館とかあると最高だなと思いますね。 みんなで作ったたロボット映画を流したりとかいやだなそこでしか流せなかったらどうしよう <laughs> そんなにお金かけて作ったのに <laughs> 10億円かけて1巻, 1> えそう1巻だけ <laughs> 家を建てるさらに別荘も、うん、すいませんいきなり現実的で夢がなくていえいえ <laughs> すいません全然夢がなくて夢夢そんな目で見るなよ兄ちゃんを <laughs> あまりにも夢がないからっていやいやじゃあもう兄ちゃんいやいや もっと面白いこと言えよみたいな顔してるんじゃないよいや,いやほぼ一緒ですから僕色塗っただけですから <laughs> そっか動く家を作っちゃったら別荘いらないか確か<ー>自分動が動けゃいいんだもんねそうですねそれすごいねその発想だったら一個で十分です、ね、そうだよね <laughs> そうだそうでした